雪道で漁船が漁をしていましたが、今は漁船の姿は見えません。鶴です。鶴がいました。驚いて飛んでいってしまいます。ゆっくりと近づこうと思います。そして鶴さんの先の方にはカモメ、カモメの先の方には可愛くないカラスの一群がいます。こんな海辺でもカラスの方が勢力を保っているんですね。鶴は一人ここを保っています。足元に押し寄せる波を気にしている様子はありません。ガスに驚いて去っていきましたよ。次はガラスを取り出したいと思います。電柱は打ち上げられる魚を狙ってるんだと思います。先ほどもそうでしたが、彼らは魚を取る漁の技術はあります。目の前に来ましたね。
可愛くて。絵になりますね。海の家があります。ハマグリ、焼き貝、安くはないでしょう。観光バスが走っていました。はい、ありがとうございました。終点です。さあ、14時52分金沢まで帰ります。ここは石川県能登半島
ツリーハマナインサドライブウェイ終点です。終わります。